うさぎ屋。ここは満月の日にしか現れない不思議なお店です。ある満月の日、リスさんが泣きながら歩いてきました。雨の日のザーザーという音が怖くて泣いているようです。それなら雨の音が楽しくなる傘をあげるよ。不思議な本から傘を出しました。リスさんはお礼に人参を渡して嬉しそうに帰りました。別の満月の日、コアラくんがあくびをしながら歩いてきました。夜よく眠れなくて困っているようです。それなら雲の綿が入った枕をあげるよ。不思議な本から枕を出しました。コアラくんはお礼に人参を渡して帰りました。次の満月の日、コアラくんが慌てて走ってきました。妹が勝手に枕を使ってしまい、ずっと眠ったままのようです。それなら星の入ったランタンを使うといいよ。不思議な本からランタンを出しました。コアラくんはお礼に人参を2本渡して帰りました。ピカピカ光るランタンを使うと、コアラくんの妹はすぐに目を覚ましました。コアラくんはとても嬉しかったので、すぐに伝わるようにお店にお礼のお手紙を書こうと思いました。また次の満月の日、届いた手紙を読みながら、次はどんなお客様が来るか楽しみに待っています。不思議屋さんへありがとうございました。コアラより。